マリオカート8。始めていきますよ。いやー、前回前々回軽量級使ったから、そろそろちょっと重たい、いいでしょう。国内じゃねえわ、世界だわ。この時間は世界行きましょう。どうしようかな、何使おうかな。デイジーで行きましょう自分の名前言っちゃうんだデイジーなんか体でかい人多いな体でかい人多いな。まあこれどこでもいいや。でも最近結構同じレインボーロードがクッパキャッスルがいいな。バカがなんでスカイガーデン選んじゃってんだよ。まあ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 、知らない。まあここはここでいいからさ。今回は、ああ、これカート見せればよかったな。ちょっとあのデイジーっぽいカートで、あんまり、まあチューニングも一応気にしたけど、一応カートは、あの、こう、デイジーっぽいカートでいきます、今回。もうお姫様なんで一応。ほら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 、いいでしょ。よくない？ちょっとタイヤごついけど。まあまあまあ、それはそれ、これこれ。悪いし、ベンツ似合いすぎだな。これちょっと早かったかもしれない。でも、気にしない。気にしないメンタル。見てこれ。この顔。まだデイジー諦めてませんよ。この顔。走るわ、みたいな顔してるもんね。いいですよ。デイジーはですね、中量級っていう説明をさっきしたんで、これやばくない？このコース取り。よしよしよし。とりあえずこれつけとけば、あんま抜かれることはない。はい、ありがとう。くそ。やっぱ前回と比べてちょっと曲がりにくい気がするな。まあ、前回軽量級だったから、あれだけど。ほら、見て見て、傘ですよ。完全デイジー。デイジー仕様。やっぱね、見た目だけでカート決めるのもね、楽しいですよね。まあ、ガチで走るときはともかくとして。こういうのもいい。まあ、どの道、マリオカートそこそこ走るんだから。別にどんな遊びしても。後方筆を選ばずですよ。手前も言ったな。そして俺は後方じゃないって話もしたな、これ。OK! サンドリオちょっとだけ決めつつ。なんかすごい、なんでなんか減速してるけど、なんでパックに食われた扱いになってるかな、もしかして。よし、キノコ。合ってるよな。もうキノコって言ってから、ちょっと考えちゃうわね。お、トップ3にいきなり踊り出るプレイング。まあまあまあ、このステージね、意外と苦手じゃないですからね、僕。ちょっとこれ見えなくなるの、マジで。よし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 。ヨガ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 。いいですよ。お姫様装備で1位を走り抜けるデイジー、かわいい。ここはドリフトして入りましょう。後ろはまあまあ離れてるな。まあまあ離れてる。パッと見た感じ、まあまあ離れてますね。あとアイテム次第。コイン以外。コイン以外な。振りじゃなくてコイン以外。はいはいはい。まあ、これ安全策取ってもいい気がするけど、取っていかない。甘えていかないでいこう。なおさらさ、引き離していかないと。引き離せてるかどうか微妙だが。キノコ欲しいな、できれば。無理だよね。そうだよね。でもね、赤コーラかなりいい引きですよ。1位の時の赤コーラの引き率って多分相当低いはずですよ、確か。だからそう考えるとかなり、抜かれても一発お見舞いできる、かつ防御もできる。攻防のこの武器はいいですね。これやばいな、これアイテム交換でしょ。これ、また赤コーラ引かれてたら相当やばいですね。まあ、どうせ引いてないでしょ。2位が引いてなきゃいいんだから。3位が引いてんじゃん、意味ねえんだから。あぶねえ！回避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 。あー、これちょっと外側回ってって勝てるような感じじゃねえな。きっちり決めてく！よっしゃ！来たぜ。なんでや。どんだけラグいんだよ。これが世界戦。見えない人が前走ってたかみたいな。マジかよ。もう完全1位のつもりだった。あれ、じゃあ何？赤コーラ、ああ、でも投げても意味ねえか。やべ、この人絶対山にいるわ、これ。冬の山に。この人絶対冬山に住んでるわ、これ。やゆよさんという日本勢の方が入りまして。ちょっと国際色が出てきましたね。これ、この雪山住んでる人の隣なんか、ニヤッとしてんの腹立つな、ちょっと。さあ、どこだ？これ、俺の選んだこのウォータースライダーパーク、なんだっけ、これ。このステージってやったことあるっけ？あ！あー。あー。すげえ、チリ、レジョンメトロポリタナ州。これ、あ、オーストラリアもいる。すごいね、これ。あ、いい感じに国際的。コスタリカとかもいるぞ。すごいな。さあ、なぜか2位スタート。
なんか疑惑の判定から一夜みたいな感じだけど。あまあまあまあ。今度勝ちましょう。あれ、1位の人ってどこだ？相当ラグいとこなのかな、国は。可能性としてはあるけどな。あ、やべ、下行っちゃった、これ。下行く必要全くなかったのに。これなんかみんな上行ってるから上行ってるんですけど、やっぱ上の方が早いかね。まあ早いからみんな上行くんだろうね。すげえ山男。いや山男ってじゃないんだけど。やっぱなんか雪ステージなのか、すげえうめえプレイングが。くそあそこの位置ずるいわ。うわもうなんかもうどこに当てれば当たるのかもわかんねえな。このステージはね、ですね、滑りやすさっていうステータスって何ぞって話なんだけど、滑りやすさがこのステージは生かされるステージ。下が雪なんで結構コーナリングが膨らみやすくなるんですよね、やっぱり。でここで滑りにくさというステータスが高いと、普通のサーキットと同じようにコーナリングができるというところですね。ちょっとやめてくれ、マジでやめてくれ。ピンクゴールドピーチ、あーキノコ使っちゃった、うえー何を食らったかのかよくわかんねこれ特別ラグいな、これ。いつもこんな長くないですけどね、世界戦やっても。まあ、自分の走りをするだけです。そう、ラグイからこそ自分の走りが求められる。これやべ、完全に失敗った失敗ったって言ってんじゃん。ちょっと動揺して使っちゃったわ。あれですからね、アンダー5ぐらいに入る苦手さですからね。あれ、どっちだ、トップ5でいいのかな、その場合は。もとにかく苦手って話ですよ。あ、コイン10枚持ってんのか。全然順位詰めらんねえな。ここはサンドリしつつ、最高速度維持しつつ、アイテムの間を通り抜けるという神プレイングですね。よし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 、あっ、あぶねえ、よく避けたと思わない今無痛にしてはもういつも引力が働くかごとく当たりに行くのにもうむしろ当たりに行ってるみたいな、もう消したいみたいな。お、いいじゃん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 。あれで事故で食らうやつがいたらなおうまいみたいな。アイテム回収できないとマジでやばい。あ、ちょっとラグインの勘弁してくれよ。よし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 、あ、お前の体重やばい、重いぞやべ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 、加速力で勝ってくれ、加速力で勝ってくれ、やべ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 、うわっ、あっ、あっ、6位、これ本当に6位。あ、よかった6位だ。あー、よ、お、さっきロゼッタとあそこは勝ってるよと。よかったよかった、ギリギリ6位ですね。なんかこれマリガスもし選ばれたら、かなり久しぶりにやる気がしますね、動画内でも。よし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 、俺のマリカス、みんなのマリカスじゃなくて俺のマリカスこれは勝った可能性が高いな。勝つとは言ってないみたいな。よしよしよし、頑張るぞ。このステージほんと好きなんですよね、超シンプル。モーモー牧場よりシンプル、キングオブシンプルで、なんつうの、これスマブラでいう終点みたいなポジションここ取っていきましょう。ああ、このルドイックもいいな。あれだよ、クッパのあれ乗ってる、かわいい。うらー、消えとけ。ラグくなきゃったら消えてる、ラグかったから消えて、あ、でも消えてるっぽいね。いいよいいよいいよ。これなんでアココーラ、いきなり序盤で、いきなり序盤でアココーラって引くもんなの。あ、俺じゃないわ、しかもこれ俺じゃないよな、ちょっとラグすぎてきっちり。で、下り坂はサンドリ意味ないんで、オッケー。で、ここは、な、ちょ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 、ちょっと怖いな、これ。でね、これね、結構ぶっちぎりかと思ったら、もう結構迫ってきてるわけですよね。まあ、俺の走りをしよう、これ。もう、これは自分の走りをするしかない。これ、マジで、ここで膨らむの結構痛いぞ。あう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 。変な人みたいになっちゃった。アコゴラ維持でいきましょう、これ。アコゴラ維持でいいですよ。これドライビングテクニックで負けてたらどんどん詰められるからやばいですね。やべえな、イカが結構だるい。これ消えるかな、ここのダッシュ版で。プチダッシュ版。消えない。真っ黒結界。うまい人、ここでミニターボを最大段階まで貯めますからね。あー、そういうこと、あっ、後ろに投げたけど間に合ったかな。当たってたら超嬉しい。あー抜かれる。あれ、ちょっと待って、あれ何持ってんだ、あれ。クラクションかな。クラクションきついなコインかよ、しかも。ちょっとドライブ的、サンドリとかで、
細かいテクニックで詰めていくしかないが、これきついぞ。あれ嘘でしょ。もう一回捕まるとこれで、ね、オラ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 、俺を抜かした罰じゃ。あーダメだ。あもう終わった。ありがとう、ありがとう、ありがとうマリオカート。さよならマリオカート。悲しすぎる。これ一発逆転ないってのは何だろう。この気持ちは何だろう。くそ、やばいやばい、ちょっと抜きたい少しでも。ボーン、全然抜けなかったんだよこれ。多分全然抜いてねえな。デイジーすまん。いや違う、最後へのレースへのあれだから、溜めてるだけだからな。あのまだ俺は本気出してないだけ。アンドロでいきます。バッチリだ。精神ダメージも与えて、これでバッチリですね。あとは、チクタクロック以外だったらまあいいや。あ、これチクタクロックは回避。お、来たぞマリサ、いいですね。マリオマリオ、ダブルマリオですよ。マリサ、いいね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 。マリサは好きですよ、僕、かなり。ここで優秀の美を飾ろう。全然レート見てなかったけど、まあでも、並んでますね。よかったよかった。一瞬カメラ目線のデイジーが可愛い。結構姫様多いな、この人。あと、立とうぜ。お、よし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 。スタートダッシュは、ちゃんとついていきましょう。デイジーはね、中量級の中でも割と軽い方なんですよね。割とっていうか、まあ2種類しかいないんだけど、軽い方の中量級。なので、結構吹っ飛ばされちゃう。ダッシュ版は乗れてない。謎の力、引力。これ1回捕まると、次々と捕まりますからね。ちょっとやめてくれ、マジで。ブーメランを後ろに投げるのはダメだ。あかんでよ、それ。あー、ちょっと怖いから、ここサンドリやめよう。なんかあれ、踏んじゃいそうだったわ。バナナ。バナナで合ってる。逆に外すの難しかったのに今。みんなそっち行っちゃったらアイテム取れねえから、ここはまっすぐ進んで少しでも距離を詰めよう。あー間違えた、ちょ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 、これギリギリだと踏んでない。危ないな。うまいな、ブーメランの使い方が。よっ、オッケー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 。やべ、ジャンプアクション忘れた。ここ突っ切るよ、この無駄のない。ボーン、当たってねえな、たまれ。もうラグいから全く信用してない。これガードしてここでアイテム引く。なんで2個3つ取ってんじゃねえよ、クソが。ちくしょう。あのさ、別に1周目とか2周目とかだったらまあまあまあ全然いいんだけどさ、3周目でこれきついよな。やれることやるしかねえ。やることはやるしかねえ。そうそう、そっちだ。いつも序盤調子いいんだけどな。聞いてくれ、早く、ラグくて無理。あっ、絶対痛くない、絶対痛くない、絶対痛くない。ここはサンドリだ、サンドリのパワーだ。バーン、これ意味あった。まあいいよ、いや、でもこれあのサインはもう抜けなかったから一番いい結果にはしたってことだな。まあ、一応じゃあ有志の美過去はてなぐらいの感じで、皆さんお会い、またお会いしましょう。このデイジーの感じだわ今。では皆さんまた次のパートでお会いしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。バイバイ。